日本の食が世界に広がっている。海外の日本食レストランは、この10年ほどの間に5倍に増加した。国産のウリン水産物、食品の輸出額は2016年までの4年間で1.7倍となり、4年連続で過去最高を更新。その勢いは衰えておらず、17年も過去最高を記録する見込み。日本と欧州連合、EU が19年初めの発行を目指して、 経済連携協定 EPA の締結に合意したのも日本食の海外普及を後押ししそうだ。一方、海外ではアレンジされた日本食も珍しくなく本物の和食を知ってもらおうと奮闘する日本人も登場。世界を席巻する日本食ブームをめぐる現状を追った。六年に約点四万点だった海外の日本食レストランは十七年に 約11.8万点と約5倍に増加した。15年からの2年間でも1.3倍に増えた。地域別に見ると最も多いのがアジア約69,300点で北米約25,300点、欧州約12,200点が続く。15年から17年の伸び率で見ると中東が最も伸びており、17年は6割増の約950点。 それに続くのが5割増の中南米約4600店とアジアだ。農林水産省は急増の背景について増加している法日外国人客が自国に帰っても日本食を食べたいというニーズがあって増えている食文化市場開拓化と分析する。国産の農林水産物食品の輸出も伸びている。16年は7502億円と 12年の4497億円から1.7倍に増えた。17年は16年を上回りそうな勢いで、特に牛肉や、いちご、アルコール飲料などの伸びが大きい。政府は9年に、農林水産物、食品の輸出額を20年までに1兆円にする、目標を、閣議決定した。それを16年8月には、輸出の急拡大を受けて、 目標達成年限を1年前倒しし19年までとする強気の姿勢を見せている。国産食品が人気の理由について農水省は外国人は日本産の食品に美味しいとか安全といったイメージを持っているからだろう輸出促進化とみる。輸出拡大を後押しするため政府は昨年4月日本貿易振興機構ジェトロ内に 日本食品海外プロモーションセンタージャフドイコール J フードを新たに設置した。約30人体制で品目と地域を絞って市場調査をし、重点的に輸出拡大を目指すのが特徴だ。斎藤健能省は昨年12月の J フードのイベントで海外は人口増や日本食ブームでチャンスは大きい。 もっと海外で勝負をしようという政策の柱が、ジェイフードだと述べ、期待感を示した。ジェイフードの当面の重点品目は、和牛ハマチなどの水産物力茶米粉日本酒、日本ワイン、クラフトビールの7つ。例えば和牛なら、台湾を中心としたアジア市場を対象に、しゃぶしゃぶなど、日本独自の食文化と共に輸出拡大を目指す。 緑茶は米国が対象。米国で瞑想をベースとしたリラックス法、マインドフルネスが流行していることを受け、緑茶に多く含まれるアミノ酸の一種であるテアニンが、リラックス効果や集中力増強効果を持っていることを訴える計画だ。日本酒は、どの料理に合うかや、味の特徴をラベルに記し、英国を中心に売り込む。今年2月以降、広告や、 海外のメディアを通じて PR することにしている。